こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日も日米関係の続きをご紹介していきたいと思います。日米関係とは何だったのか、マイケル・シャラーという人が書いたものです。続き72ページから、サンフランシスコ講和条約の調印についてのところですね。読み上げていきます。講和条約の調印、統合参謀本部はほぼ半年間、防衛条約案と行政協定案について検討した後、土壇場になって反対意見を持ち出した。アメリカも日本も相手を防衛することを求められていないのだから、統合参謀本部としては集団的自衛条約ではなく、いわゆる安全保障条約の方が望ましいというのであった。統合参謀本部は、中国やソ連に対する作戦についての制約を取り除くため、いわゆる極東条約を、在日アメリカ軍は極東の国際平和と安全の維持及び外部からの武力攻撃に対する日本の安全保障に寄与するために使用されるというように変更した。これはアメリカ軍にほとんど思いのままに行動させようとするものであったということです。サンフランシスコ講和条約を調印したときに、一緒に日米安全保障条約も調印されたんですけども、アメリカには統合参謀本部っていうのがありまして、これは国防長官の下にあるシビリアンコントロールされてるもんなんですけども、国防総省、陸海空軍、海兵隊、宇宙軍と州兵局長と、統合参謀本部の議長と副議長が統合参謀本部っていうのを構成してまして、ここが大統領に、国防について助言する機関ですということになってます。JSC ジョイントチーフスオブスタッフっていうそうです。この統合参謀本部は、実務、国防、こう防安全保障に関する実務をやってるところですね。軍隊ですよ。ちょっと私も、ちょっと、ネットで調べながら喋ってんで。で、この統合参謀本部は何を求めてたかというと、安全保障条約にしてくれと、日本との条約は。集団的自衛権というのは、相手が、自国と密接な関係にある国が攻撃されたとき、共同で防衛に当たるっていう、自衛権ってのあるわけですよ、国にはね。日本にも自衛権あるわけですよ。攻撃されたら反撃していいっていうか、自然権ってやつですけどね、自衛権って、一発殴られたら正当防衛として殴り返していいみたいな、これ自衛権っていうのがあるわけですね。ナチュラルライツ、もともと備わってる権利で、集団的自衛権というのはそれを拡大して、友達が殴られたら友達殴ったやつ俺が殴っていいって権利ですね。で、これではそれではなくて安全保障条約の方が望ましいと。でもこれ安全保障条約って、日本はほら一応自衛権はあるんですけども、他国の戦争に出てっていいっていう権利はないわけですね。戦争放棄の憲法9条があるんで。で、安全保障条約っていうのは、どうなってんですかね。だから、アメリカが日本を守ってくれるっていう、この時、この時のは、アメリカが日本に基地を置いて、極東で何かあれば、書いてありますね。極東の国際平和と安全の維持及び外部からの武力攻撃に対する日本の安全保障に寄与するために使用される。在日アメリカ軍が日本を一方的に守るっていう条約だわけですね。それはなぜかというと、日本はその、共産主義化しないために作った安全保障条約ですね。統合参謀本部はそういうものを求めてたってことですよ。集団的自衛条約、っていうもんだと、多分反共的な意味は少ないんじゃないですか。共産主義の脅威にと戦うっていうところがないのか。とにかく日本に憲法9条があるんで、日本は日本しか守れないわけですよ。
で、統合参謀本部は安全保障条約の方が望ましいと思ったってことですね。ということがあります。まあ、日本は別にアメリカを守る行動はしなくていいってことだったんですよ。まあ、それでいいんならば、統合参謀本部は、米軍基地の日本において、その米軍基地の裁量権ですね、行政協定っていうのがあるんですけども、こういうものをそう拡大させるっていう、まあ、だから占領状態を、日米安保条約において占領状態を継続するみたいなことを、統合参謀本部は、まあ、構想してたんですよ。なぜかというと、まあ、彼らにとってみれば日本ってリゾート地なんですよね、おそらくね。いるだけで、別荘、日本の基地っていうのはアメリカ人にとっての別荘っていうかリゾート地なんですよ、おそらく。で、アメリカ人もそう思ってるんですよ。これはダレスもそう思ってるっていう、この後出てきますからね。アメリカの大佐たちを日本の別荘から脱出させることができるって言ってるんで、GHQ が占領して、日米安保でさらに占領状態を継続するということを統合参謀本部が求めたってことなんですかね、これ。まあ、ちょっと諸説は私のことも難しくて私もよく理解できないんですけども、そういうことだと思います。で、続きです。サンフランシスコ講和会議開催予定の2週間前の8月22日、これ1951年ですね。統合参謀本部は行政協定について反対意見を提示した。日本の法律制度の適用範囲を制限するため、統合参謀本部はアメリカ軍兵士が基地外あるいは勤務時間外での日本人に対する犯罪で告発された場合の裁判権をアメリカ側が保持することにしようとした。まあ、日米地位協定ってやつですね。まあ、治外法権ですよ。アメリカ兵が、軍属が犯罪を犯しても日本で裁判できないわけですよ。基地の中逃げちゃえば。まあ、捕まえてもその身柄をアメリカ軍に渡せって言われたら渡さなきゃいけないってことですね。で、これはアメリカ人も良くないと思ってたんですよ。まあ、このジョン・フォスター・ダレス、これは国務長官顧問ですけども、とそのスタッフたちは、これを19世紀の不平等条約への後戻りであり、おそらく占領を長引かせるための策略だと非難した。軍部が日本人を敗北した敵であり、西洋人よりも資質の劣った東洋人とみなすことをやめるべき時が来ているのだとダレスは主張した。中国問題と同様、行政協定はダレスにとって克服しなければならない障害となった。まあ、ジョン・フォスター・ダレスって人は、これ日米地位協定なんで人種差別だと思ってたわけですね。だって、アメリカ人の兵隊が日本で、まあ、沖縄でありましたよね。小学生だか中学生が、米兵に乱暴されて、90年代に。すげえ、沖縄の人たち怒ってね、集会開いたことありましたけども、ああいうことが起こると、ほら、逃げていっちゃうわけですよ。飛行機で本国に戻っちゃうっていうか、犯人がですよ。で、日本で裁判しようがないわけですから。で、こんなのは、まあ、敗北した敵で西洋人より劣ってる東洋人だって決めつけてるのと一緒だと。でも、そういうことでもう、やってはいけないんだってことは誰しも思ってたんですね。でも、統合参謀本部がそれを求めてきたってことですよ。で、続きです。1951年8月の中頃、アメリカ条約草案を公表し、イギリスと連名で54カ国に対し、9月4日サンフランシスコでの調印会議に出席を要請した。中国の除外と安分の修正を許さないという方式に起こったインドとビルマは出席を拒否したということです。1951年に、まあ、9月8日に一応サンフランシスコ講和会議開くって言ったんですね。で、まあ、アメリカとイギリスが中心に作った条約、講和条約草案はもう修正ができないと。これも調印しに来いと言ったわけですね。で、あと中国が呼ばないと。まあ、中国が今ほら、あ、まあ、中国が、中国共産、中華人民共和国が1949年にできてるんですけども、中国は呼ばなかったと。で、安分の修正を許さないということで、インドとビルマが出席しなかった。で、続きです。ダレスとアチソン。アチソンじゃん、ディーン・アチソン。国務長官ですね。ダレスとアチソンが驚いたことに、ソ連、ポーランド、チェコ、スロバキアは、招請を受諾した。
ソ連とポーランドとチェコも来たんですね。出席したけど調印しなかったんですよ。出席はしてくれた、全面講和はしなかったんですよ。だから本当はね、その全面講和しろってその東大の南原茂が言って、吉田茂に全面講和しろって言ったのに、まあ、ソ連とかね、中国とかも講和すればいいのに、極学派生の党だって言って東大総長文句言ったっていうなんか事件がありますよね。で全面講和しなかった。で続きです。会議が一旦始まれば侵攻の混乱は絶対に防止しなければならないというので、国務長官アチソンは会議の議長としての資格において中国を招待すべきであり、修正を許すべきだというソ連の提案を却下した。また吉田の演説草案は論議のある部分を問題に不必要な注意を向けることになると思ったアチソンは、スタッフの一人、ウィリアム・セボールドにその草稿を書き直させた。9月8日、日本と48カ国 が提示された条約に署名した。ソ連とその同盟国2国が署名を拒否した。まあ、ポーランドとチェコですかね、これ。チェコスロバキア。この条約において、占領は終結し、日本は主権を回復し、賠償協定について改めて賠償要求国と交渉することになったということです。1951年の9月8日にサンフランシスコ講和条約、まあ、平和条約が結ばれて、これでようやく戦争状態終わったから GHQ が引き上げていったわけですね。その代わり安保条約を一緒に結んだんで、米軍基地は引き続き日本にあると。でなおかつ、中国やソ連とは平和条約を結ばなかったんで、まあ、ソ連というかロシアとは未だに平和条約がなくて、中国とは70年代に田中角栄とか福田武雄さんの時に平和条約、日中共同宣言とか日中平和友好条約結びましたよね。ということです。で、賠償金問題については、韓国とは60年代に日韓基本条約だっけ結んでんですよ。私最近渡辺恒夫さんのメディアと権力って本ね、魚住明さんの半分ぐらい読んだんですけど、渡辺恒夫さんがめちゃめちゃ日韓基本条約に関わってんですね、あれ。深く。まあ、その大野万木って人と、小玉義雄っていう右翼の大物の人と、瀬島隆三とかね、渡辺恒夫とか、いかに日韓基本条約に関わって、なおかつその賠償金を使ったに日本の韓国でのビジネスに深く関わって利権が発生したんで、それに深く関わってるってことがメディアと権力に書いてありました。それはまあ渡辺恒夫さんのインタビューでもロングインタビューでもやってましたけどね、その日韓基本条約 ほとんど僕がやったみたいなことをNHK のやつで喋ってましたけども、その詳しい話はほとんど大住明さんのやつに書いてある。まあ、渡辺恒夫さんの回顧録もね、中高文庫から出てんで、そっちにも書いたんでしょうけども。で、個別賠償は、その後、個別に交渉する、日本が交渉するようになったんですね。賠償要求国とね。ということです。で、琉球諸島に対し日本が残存主権を有することは確認されたが、行政管理権は他のいくつかの小さな島々に対する行政管理権とともに、アメリカに引き渡さなければならなかった。まあ、アメリカは、まあ、あの、沖縄は引き続き、なんだ、まあ、沖縄返還までね、行政管理、ずっとし続けると。沖縄の米軍基地中心に、まあ、アメリカ軍が支配するということになった。で、条約は日本の集団的自衛権を認めていた。ということです。あ、条約は日本の集団的自衛権を認めてたから、アメリカが攻撃されれば一緒に守んなきゃいけないか。あ、まあ、アメリカ軍基地だけ攻撃されても日本は出ていかなきゃいけない。ちょっとこの辺のことはね、よくわかんないんですよ。私もそんな集団的自衛権と安全保障条約の関係がね、私はちょっとよくわかんないんで、すいません、わかんないもん喋ってますけど、習わざることを伝えしかですけど、論語の皆さんご自分で調べてください。
同じ日、アチソン・ダレス2人のアメリカ上院議員、それに吉田茂の5人だけの間で安全保障条約の署名が行われた。それと合わせて朝鮮戦争のためにアメリカ軍に基地を使用させることを認めた補助協定にも署名がなされた。数日前にアメリカ、フィリピン、オーストラリア、ニュージーランドと防衛条約を締結した。これらの条約は東南アジア条約機構 SEATO セトシアト、それに台湾や韓国との条約を合わせて四半世紀の間アジア太平洋地域におけるアメリカの軍事的関係の関与の核となった。だまあ極東、アメリカにおける極東の安全保障の枠組みをこのサンフランシスコ条約で作ったわけですよ。講和条約で。だからこれはサンフランシスコ大戦ってやつですね。で、未だに私たちサンフランシスコ大戦だから生きてんですね、これ。ということです。で、続きです。このような成果にもかかわらず、ダレスは障害に直面した。その多くは行政協定の案文の完成前、上院の講和条約批准前に国防総省が突きつけてきたものである。彼は冗談半分にトルーマンとアチソンに、まあ、トルーマン大統領ですね、この時の。アチソン国務長官。アメリカ軍の、ダレスは国務長官顧問ですからね。まあ、その後国務長官になるのか、アチソンの後。アメリカの大佐たちを日本の別荘から脱出させることができれば、真珠湾攻撃以来の日本に対する最も華々しい軍事的に勝利になるだろうと言った。彼が心配したのは、国防総省が取引によって有利な地位を得、行政協定の論議のある条約、条項を自らの思い通りにするため、諸条約について異議を唱え続けるのではないかということだった。ダレスは日本の多くの厄介なうんだりする条件を、ダレスは日本は、多くの厄介なうんざりする条件を受け入れようとしているが、厄介なうんざりする条件では違い方言ですね。アメリカの軍属が犯罪を犯しても日本で取り調べ、裁判できないってことですね。これうんざりする条件ですよ。の一つですよ。アメリカ軍に違い方言を与えるようなことは無理強いすべきでないと、これダレスは考えていた。国防総省の言い分を通せばおそらく日本人をアメリカとの同盟放棄に駆り立てるだろう。日本人を目下の者として扱えば、尊厳と平等基礎としてアジア人と付き合うことは、アメリカ人には生来不可能なことなのだという共産主義者の主張に一理あるとアジア人に思わせるだろう、ということです。この行政協定ですね、地位協定のこの不平等条約みたいな、この違い方言みたいなものは、共産主義者は、所詮アメリカ人はアジア人を差別してんだっていう、まあ、中国共産党からしたらそういう理屈があるんでしょう。で、それに一理あると思わせると、これまずいわけですよね。日本人が、まあ、同盟放棄してくると。だから、なるべく対等の安全保障条約だっていうことにしないとまずいって、ダレスは考えたんですね。で、続きです。トルーマンは国防総省に態度を和らげるように求めたが、その説得も迫力がなく、軍部は、頑強に抵抗した。国務次官補ディーン・ラスクは双方が受け入れられる案文の作成を命じられ、3ヶ月間国防総省の役人たちとやり合った。1952年2月に彼は東京に草案を持参し、そこでさらに約1ヶ月間日本側と交渉した。2月28日に調印されたこの協定は、占領終結後の数百の施設と基地についてアメリカに広範な選択権を与えていた。日本側が現行の基地を貸すことをためらっても、アメリカの権利は自動的に延長されることになっていた。日本人に対する犯罪の過度で告発されているアメリカ人についての裁判権はアメリカが保持した。ただし、特別な場合にはこの権利の行使は差し控えられることになっていた。在日アメリカ軍の地位に関する規定は、北大西洋条約機構 NATO、NATO、NATO の国々の駐留アメリカ軍に関する規定に比べ、はるかに不平等であった。危機に際して日本の自衛部隊を合同指揮下に置くというアメリカ側の要求に対しては、日本側は最後まで頑として譲らなかった。そして単に協議するということで同意したということです。まあ、地位協定は、これはまあ、NATO との関係にはないわけですよ。日本だけはなんかその、日本人に対する犯罪の数で告発されているアメリカ人の裁判権を持ってない。そういう条約結んじゃってるってことですね。で、これはアメリカ人も、
アメリカ人っていうか、国務省の人たちはこれまずいと思ってるんだけど、国防総省の人たちが、そうしろって言ったからそうなっちゃったんですね。で、なおかつ、日本の自衛部隊アメリカ軍の合同指揮下に置くっていうのも、日本は、譲らなかったと。協議するってことになってるってことですね。ということでした。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。